ご紹介いたします。砂田真嗣川崎市副市長、斉藤文夫一般社団法人川崎市観光協会会長、大島明高津観光協会会長。続いてご来賓の皆様をご紹介いたします。大田区副区長遠藤久志様、川崎商工会議所会長山田おたみつ様。それでは主催者を代表いたしまして、砂田真嗣川崎市副市長よりご挨拶を申し上げます。砂田副市長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。そして本当に大勢の皆さんお越しくださいまして、本当に、ありがとうございます。心から感謝申し上げます。本来なら安倍隆夫市長がですねご挨拶するところでございますが、公務で出張中ということで、代わって私の方からご挨拶させていただきたいと思います。この市政記念多摩川花火大会、昭和4年に六郷橋で、の近くで、スタートいたしました。今年で72回目、本当にいろんな経過の中で、今日も開催できるということでございます。これも、高津の地元の皆さん、関係団体の皆さん、多くのスポンサーの皆さん、本当に、たくさんの方々のご協力があって、開催ができるというものでございます。今年の多摩川のです、ね、花火大会のテーマは、川崎から世界へ子どもたちの夢ということをテーマに掲げております。川崎、いろんな先端技術もあり、素晴らしい見るところもあり、世界へいろんな形で発信しているわけですけれども、それを子どもたちの夢につなげたいという思いを込めてこのテーマを選びました。我々、行政の方も子どもたちが夢を持って元気に暮らせるよう、いろんな取り組みをこれからも続けていきたいと思っております。今日の花火大会、最後の花火流場、川崎独特音楽と花火のコラボということなんですが、これについてもですね、子どもたちが夢を持てるような音楽と花火とコラボレーションをして、花火リュージョンということで素晴らしいエンディングになるというふうに思っております。今回この花火大会開催にあたりまして、先ほども申しました通り、警備関係の皆さん、消防団の皆さん、本当に多くの方にご協力をいただいております。花火大会です、最後まで楽しく終わらせるためにも、ぜひ今日ご参加の皆さん、安全と楽しさというのを最後まで、気持ちの中に持ってですね、楽しんでいただきたいというふうに思います。ぜひこれから6000発花火打ち上がります。特に川崎のこの多摩川の花火、大きい声では言うと怒られますけれども、東京の世田谷の花火も約6000発、合わせて1万発以上の花火が同時に見ることができるという素晴らしい花火大会になっております。最後までぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。